教え子の体を触るわいせつな行為をしたとして県内の公立高校の54歳の教師の男が逮捕されました。警察によりますと、教師の男は去年11月、校内で女子生徒の体を服の上から触った疑いが持たれています。男は当時、指導のため生徒と2人でいたということです。翌日、生徒の親族から通報があり、今日の逮捕に至りました。警察は男の認否を明らかにしていません。逮捕を受けて県教委は会見を開きました。県教委によりますと、その日の放課後に生徒から担任の教師に相談がありました。県教委は本人から2回聞き取りをしていますが、こうした行為について認めていないということです。県内では昨年度、公立学校でわいせつな行為に関わる懲戒免職が4件あり、県教委は指導の徹底を図るとしています。